偽装とは、相続の維持のために設けられた土地及び、その運営組織のこと。占有交絡の語で知られている創の政治家、藩中縁が、故郷の蘇州に設けたのが、最古の例と言われている。以後、家中や河南地域にこうした、偽装が設定されるようになり、特に民進時代に盛んになった。現代でも、台湾や香港の一部地域に存在している。偽装の多くは、 官僚、市大部、地主、商人などの富裕な族人の寄付あるいは死後の遺産を拠出して設置され、祭り殿、死母と並んで、族さんとも称せられた。運営にあたっては、偽装菊と呼ばれる運営規則が定められ、相続の一員の中から管理者を選んで、実際の運営にあたらせた。偽装運営の中心となるのは、 偽伝と呼ばれる伝授であり、これを外部の農民に誤作させ、そこから得られる伝送収益として偽層に集めて、そこから相続中の生活困難者の生活費や婚下葬造、祭祀、弁学などの相続内のご助事業の費用に充てた。その運営形態からすれば、偽層は一種の地主経営であるが、あくまでも相続内のご助目的としているため、相続全体が地主であった。 だが、その所有形態をいかに解釈するかには諸説ある。すなわち、偽装一種の財団法人とみなす説、法人としての偽装と相続に属する個々の一員による相友関係とする説、相続の一員たちによる共有説や相続の交友説などが存在する。ありがとうございます。